ジェットブルー航空の A320 からタラップで降りる乗客タラップは船や飛行機の乗り降りのために一時的に仮設される構造物。はしご、階段、スロープなどの形態をとるパッセンジャーステップ限定とも言う。オランダ語のトラップは階段という意味がある。牽引式タラップ大型機用や熱きタラップ車、飛行機の場合、空港で用いられるものは 動力があるため容易に移動でき、高さを調節できる場合が多い。現代の中規模以上の空港では、飛行機とターミナルビルを直接結べる、ようパッセンジャーボーディングブリッジという可動橋が備えられていることが多く、タラップが使用されない空港もある。なお、客船の登場時においても、PVB が用意されていることも多い。ただし、 PBB の数以上の航空機が集まる混雑時、PBB が設置されていない地方の小空港や、ロシアやアフガニスタンなどの開発途上国の空港、PBB の使用量を削減したい格安、航空会社、ボーディングブリッジが接続できない、ボンバルディア CRJ や ATR42 などの小型機の乗降にも用いられる。また、他国へ訪問する首脳など要人が航空機を、 利用する場合、乗降時の写真撮影や一般客と切り離すことを目的にタラップが使用されることが多い。この場合、タラップ屋根の有無なども事務方の検討事項となる。マーチン2から0から2、マーチン4から0から4、ヤコブレフ約マイナス42、マクドネルダグラスの MD マイナス80や MD マイナス90などのように、機体自体に備えられた乗客が乗り降りするための、 階段をエアステアという。エアステア自体は上げ下げして収納する。また、製造段階で装備されていなかった機体に後付けでタラップを追加するよう改造された機体もある。なお、セスノなどの小型系飛行機にはドア兼用になって数段の階段を内蔵しているものもある。飛行機の登場時にタラップを使用する場合、乗客がターミナルと飛行機の間を 徒歩やバスで移動する際入運転時に雨に濡れてしまう上、車椅子や杖の使用が必要な身体障害者の乗り降りに困難を伴うケースが多いことから、大型屋根付きのタラップ、スロープタイプのタラップ、上下動が可能なリフト、車椅子階段昇降機などが用意されているケースもある。ワシントン DC のダレス国際空港やメキシコシティのベニートファレス国際空港などでは、モバイルラウンジという、 上下動が可能なバスを使いたーミナルと飛行機の間を移動することもある。同様な車として、機内食を機内に搬入するフードローダー車が存在する。また、主に車椅子利用者がタラップやステアを使用せずに搭乗するためのパッセンジャーボーディングリフトも存在する。ありがとうございます。